しかし、旗忠し尚は、日本の企業経営者で、日本青年会議所の第45代会頭を務めた。株式会社南北会長。次女は演出家の歌詞、旗愛子。和歌山市生まれ。和歌山県立成林高等学校、高南大学経済学部卒業、国立大学法人和歌山、大学大学院経済研究科修士課程修了。大学卒業後、 株式会社南北に入社。1999年10月に代表取締役社長。2017年11月に取締役会長に就任。1989年に社団法人和歌山青年会議所理事長を務め。1996年に日本青年会議所第45代会頭に就任した。1994年には、 国際青年会議所アジア太平洋地区協議会議長。1997年には国際青年会議所副会頭、また1998年からの7年間は日露友好の会会長を務めた。公職としては2005年10月に和歌山県教育委員会委員長、2006年4月に公益財団法人和歌山県国際交流協会理事長、 2009年から2018年の9年間は、社団法人和歌山経済同友会代表幹事を務める。2011年から2017年まで、関西広域連合協議会委員。2010年から2020年まで、国立大学法人和歌山大学、経営協議会委員、学長選考委員を務める。2015年から2017年まで、 和歌山県立成林高等学校同窓会会長を務める。和歌山県と諸外国との民間交流にも力を入れており、和歌山日米協会会長、和歌山日独協会会長、和歌山日仏協会相談役として活動している。2011年日独交流に関して、日独交流150年記念日独友好賞、功労者部門を受賞。2014年、 ブラジル連邦共和国サンパウロ衆議会厚労賞を受賞。その他現職として、我が山在下ボランティア応援団会長、和歌山県和術連盟会長、浄土新州本願寺派本願寺参与、和歌山商工会議所常議員、国立大学法人和歌山大学講演会会長、公益財団法人日本、朝廷協会連合会幹事を務めている。ありがとうございます。